ブロードウォーター軍はアメリカ合衆国モンタナ州の中央部西に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5612人であり、2000年の4385人から28.0%増加した。軍庁所在地はタウンゼンド市であり、同軍で人口最大の自治体でもある。軍名はモンタナの鉄道、不動産、 金融事業で大建物だったチャールズ・アーサー・ブロードウォーターにちなんで名付けられた。穀物サイロ、ブロードウォーター群の目印であるルイス・クラーク探検隊はミズーリ川をたどっていった時に現在のブロードウォーター群を抜けていった。1864年にビッグベルト山脈で金が発見され、いくつかの鉱山町ができた。1881年、 ノーザンパシフィック鉄道が開通し、現在のタウンゼンドが停車駅になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1239平方マイルで、あり、この内陸地は1191平方マイル、水域は48平方マイルで、水域率は3.84%である。軍協会の東と北はほぼビッグベルト山脈となっており、西は エルクホーン山脈、南はホース州丘陵となっている。ブロードウォーター群はモンタナ州で第3位の大きさの水域であるキャニオンフェリー湖で知られている。この湖が地元の農場に水を供給するとともに地域のレクリエーションの地ともなっている。湖での釣り、ボート遊び、水泳、キャンピング、及び野生生物観察のために観光客が訪れてきている。 農業がブロードウォーター軍経済の主要産業である。2000年の統計では、ライティンバーとホイートモンタナベイカリーが民間最大の雇用種である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。タウンゼンドにあるブロードウォーター軍庁舎。ありがとうございます。